ゆいかのラジオ。やっほー、ゆいかのラジオです。今ここはね、ジム、私が13年ぐらい通ってるジムなんだけど、なんでジムで回し始めたかっていうとね、今日はね、これからね、カフェに行くんです。私の大好きなマリメコカフェに行くんですけど、マリメコカフェの限定のグッズがあったの。じゃじゃーん、このブルーボトルさんとマリメコさんのコラボです。今回このマリメッコのウニッコっていうこのケシの花がもうマリメッコのもうとても代表的な柄なんだけれども、それとブルーボトルのブルーということでコラボなさって、あらーかわいいわさ、これさ、これさ、着てさ、お店行ったらさ、恥ずかしいかな、なんかめっちゃさ、じゃじゃんがさ、強い強いよね。でも着てみるわ、ちょっと待ってて、すぐ着れるから。私ちょっと待ってて、よいしょ。私衣装替えは定評があるの早いって。ほら、じゃじゃん、めっちゃかわいい、見て、あった、かわいい、いやめっちゃかわいい、超気に入った。さあ、これを着てお店に行けるか、それとも別の T シャツを着ていくか、めっちゃドキドキするな。まあ交互期待ということで、この後はカフェに行きます。あー、着いた着いた、大変な雨だこりゃ。あー、ここです。じゃじゃーん、マリメッコブルーボトルカフェ。あー、かわいいよ、超かわいい、あ、ぶちぶち、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい、あー、すごい混んでるけど、あー、これお客さんの方映したらいけないよね、きっとね。あー、マリオー、かわいい、ここなら大丈夫かな。すごい、店内がめっちゃかわいすぎる、うわー、かわいい、かわいいよ、店内こんな感じ、かわいい、かわいい。で、こんなかわいいよ、やばいよ。かわいい。おー、かわいい。本当はここにマリメッコのグッズあったんだろうけど、売り切れでございます。でも店内が全部かわいい。奥はこんな風になってる。かわいい。はい、お願いします。ブランチプレートのサーモンお願いします。はい、お茶もいっぱいある。じゃあミントグリーンティーお願いします。はい、ミントグリーンティーのことでよろしいです。はい、店員さんもみんな着ててめっちゃ可愛い。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あのですね、今日はですね、私が一人でこうやって喋る勇気がないので、あのお仕事の合間を縫って駆けつけてもらいました。私の長年の友人の若林優真さん。映ってるんですね。映っております。よろしくお願いします。肩書きはなんとお伝えしたら、え、なんでしょうね、元刈谷さんの右腕と言って、ね、ありがとうこの YouTube もね、何回か撮ってもらってるしね。はい、そうですね。レギュラーラジオの明日のカレッジにも、はい、あのお邪魔したりして。はい、そうですね。お世話になってます。長きにわたって。はい、今日は道連れすいません。こんな大雨の中。いや、こちらこそです。すいません。急に呼び出して。とんでもないです。今度さ、これ着てきたらさ、楽しい気持ちかな。楽しいんだけどさ、すっごい恥ずかしい。ここちょうどさ、あの入り口方向に向かってさ、こっち向けて進んだ。でも大丈夫です、一体化しよう。やっぱり、はい、溶け込んでいる。溶け込んでます。ハッピー、椅子もかわいい。はい、サーモンです。おお、いいね。これはなんだっけ、ミントグリーンティーかな。おいしそう。マリメッコブルーボトル、すごい。
布巾ペーパーまでマリメッコだった。気づいてよかった、よかった。とにかくさ、マリメッコにハマってんの、激ハマりしてんの。もうなんでハマり始めたんですか。ユニクロとマリメッコのトークコラボが発売されて、そこからもう沼に入ったって。まずメイコとリーナに買い、自分に買い、あと編み物の先生に、教師の先生に勧め、靴屋の女主人ともこれを買えと言い、あとタイコちゃん、ダマタイコちゃん、気象予報士のダマタイコちゃんにも、お嬢さんと来てねって言って私つけるっていう日々を送ってて、で今度ブルーボトル取って絶対行きたいじゃんって。さまざまなグッズがあったんですけど、ネットで見てて速乾です。え、5分経ったの、10分経ってないんじゃない、多分全部そう。それをゲットします。いただきます。いただきます。さ、マリメコ調べてたらさ、フィンランドのブランドなんだけど、もうその戦争が終わった少ししてから立ち上げたブランドで、どうやったらこの国を元気に出せるかって、もうとにかく国民を元気づけたいっていう、そこから始まってるから、だから柄がすっごいハッピームードなのよ。しかも始めたのもご夫婦で始めたっていうのも私すごくいいなと思ってて、まあやっぱり男性の感性と女性の感性が、しかも愛し合ってるチームの2人から生まれてるのがめっちゃ素敵だなと思って。でしかもあのマリメッコって布をすごい売ってる、商品だけじゃなくて、皆さんそれでこう洋服作ったりカバン作ったりなさるんだけど、やっぱりその消費者である人たちもクリエイティビティをっていうのを信念にされてるから、生活が本当にウキウキするんだよね、そういうテーマをモットーにしてるから。だからもう寝ても覚めても終わりにこ、寝ても覚めても終わりにこ。なんで笑う、おいしい。話しごまさ、話しか綺麗に終わらせていただきます。お後がよろしいようでみたいな感じで。でこれがチャカだってもう何かなと思ったら、パンのことなんだね。あ、これでしょ、はい。なんかメニュー見て何だったか分かんなかった。めちゃくちゃうまい。何これ、アボカドめっちゃうまいんですか。あります、あ、マジかと思ってた。これどうなってる、皮は取ってあるんですか。そのまま言ってください。ありがとうございます。あ、野菜、果物のアボカドって、なんかでもさ、このタンパク質感を感じるよね。すごいミルキー、うん、うまっ、うまい。なんかもでもマリメコファンの方いらっしゃるよ。あ、さっきから撮ってる写真とかね。そう、撮ってる女性たち来ててさ、私お手洗いそこ並んでた時に目の前にいたご婦人が店員さんに、私初日4時間並んだ、4時間並んでピンバッジ1個しか買えなかった。え、っていうかさ、もうさ、今すぐさ、マリメコに行きたくなるね。あ、お店自体、うん、隣にあったらよかったもんね。若何歳ですか。ですか、はい、30歳 ?31 歳か。32です。早いですよ、もう来年で出会って10年です。ほんの、10年経つの。10年経つ、あのクリスマスから。そうです、謎のクリスマス。先生がもう28だったんで。ええちょっとのだって私本当だ。ですよね。はい、こりゃ大変だ。そうなんです、来年だからもう10周年です。10周年ですか。いや、早いです、ね、仲良くしてくれたら。いや、こちらこそですよ、もう 10年間、本当に見れることなくですね。あなたがいなかったら、カメムシだったと人ではなかったと思う。共通の友達がいて、その友達が好きな子ができて、そうそう、ね、クリスマスディナーするって言って、何その面白い日ってなって、一瞬見に行きたいと思って、ゆかちゃんも
お友達だったから一緒に行こうって言ってチラッと顔見てメリークリスマスでいいよって言って言ったら先にいたの自分もえ何それ行って隣の席で見さして隣座ってたただえまさかのいらっしゃって私たちは結構サクッと帰りましたけどあそうですねあなた結構長いしてましたよ朝まで そうですその感じあのカップルうまくいったのかしら結局本当ですよね、うん、知らないっていう結末は私たちもクリスマスチラ見しに行くの相当不思議な人たちだけどさらに上に行く人がいて何この面白い人仲良くなりたいと思ってそこから10年このさ YouTube を始めようか悩んでる時とかもさめっちゃ相談乗ってくれてさああこういうスタイルだったら多分そこまで負担なくできるんじゃないですかとかそれだったら僕一緒に取りに行きますよとかそれこそカバン作る会とか回してくれて誰も仕事の途中かなんかで前半取ってで後半は定点だからよくてエンディングはまた来ますって夜また合流してくれてそうでした本当にね本当に難しいそうだプライベートもそうだし、そういったの表に出ることもたくさん支えてもらってる。何も使いますか？大感謝。なのに、若いはずっと敬語使ってくれるっていう。いや、そりゃそうですよ。私をずっと立て続けてくる。そりゃそうですよ。人が。眺め立てまつってますね。でも10周年で変えようじゃん。え？どうするんですか？いきなり応援。はい。どう？多分もう11年目ないそして途切れる初めて途切れるかもしれないです。やめて。今までいろんなものを好きになってきました、はい、いろんなブランドも好きになってきたけど最近ゆかちゃんとバラ園行ってバラ園行くためにウータンをバラで飾りつけた帽子をかぶしたりしたわけ、はい、それ気づくんですか？そうです。楽しみのために何かすごく準備をかけるとか好きなものに対して足を運ぶとか楽しいんだなって。いい。本当ありがとうございます。世に言う推し活がなんでこんな楽しいかとやっと分かった。マリメッコもさたださ行って食べるだけでもいいけどもうこれを手に入れるまでのロングストーリーロングロングストーリー手に入れたの誰でしょ？母ですすいませんだから好きなものを好きって発信しようって最近私この YouTube 10万人達成したいの。あ、したい？したいの。今多分9万8千人ぐらいで10万人達成したらやりたいことももう決まってるの。何やるんですか？ポン酢を作る。そのポン酢は京都で作るんですけどその旅の時自分一人じゃ回せないからそこに若林さんも来てほしいって思って勝手にオファーこのタイミングで。だって関西圏強いでしょ。そうですね、うん、京都、大阪任せなさい。あれ大学京都？そうです、大学京都。そうだよね、はい、出身は大阪。でもさ、全然達成しないからさ全然。いや、今は達成したらやっぱいけないんで。暑いから。京都めちゃくちゃ暑いですから。みんな気使ってくれてるの、ありがとう。そうですよ、みんな気使ってるんですよ。これ今達成したら8月ロケ無理。そう、京都ポン酢作りに行く。あともう一つハマってるもの言っていいですか？ちょっと待って、気持ち作るわ。え、そんな気持ちが大事。こっちも整えた方がいいですか？いや、そちらがあのリラックスモードで。じゃあ行きます、はい、ハロー、アサギーニョです。アサギーニョちゃんが好きなの。勝手に人のやる。それは整えて正解でした。よかった。気持ちね、大事ですよ。大事ですか？それがワクワクを抱きしめようっていうのを元に彼女はずっとポップクリエイターをやってるわけ。お洋服作ったりとか歌を歌ったりとか。その人さ今多分毎日見てる。休みの日 4,5 時間でもう何十週も見てる。そうやってさときめくものに対して全力な彼女を見ててさときめいたらゴーときめいたらゴーと思ってさゴーってなそこに来たわけです。そうです。だから今回もギリギリだったんですけどすいませんけどマリメコカフェにこの人この日どうでしょうか。いいです、行きます。
感じなんです。でも本当にそういうの上手ですよね。なんかその人のいいところを、いいところをキャッチして自分に取り入れて、なんかこう活用して、なんか活性化していくっていうのが上手いですよ。本当活性化した今活性化すごい咲きましたもん今。消しの花が咲いた咲いてました今。ここぞとばかりのドヤをもらう。視聴者の皆さんのことも褒めよう。まず今日も朝起きてくれてありがとう。あと今日今この動画を見てくれてありがとう。元気でいてくれてありがとう。この間そう嬉しかったのがさ、アミオのさ動画をさ、ゆるいやつをさ配信したの、まあ、あれはほぼ作業用として使ってほしいぐらいの気持ちだったわけ。そしたらさ、同じように編み物してるからもコメントが来たわけ。好きな人、一緒のものは好きな人来たと思って、すっごい嬉しくて。だから今回もこの動画で同じようにマリメッコ好きな人が来てくれたら嬉しいなと思って。健康からさ、だって今回の動画は、動画でグッズは速乾だったわけ。しかも今商品ページも見られなくて、どんなラインナップだったかも、まあリリース文言はあるけど、オフィシャルで出してる、いわゆる商品ページとしてはもう存在しないんですよ。だから幻になっちゃったから、このやっと最後の最後で出てきた。全部出るわ。そうだね、そうだね。ですこの T シャツもそうだし、このね店内の感じもそうだし、全国の世界中のマリメッコファンの人に日本の代官山店はこんな感じだよというのをお伝えしたくて動画を撮りました。伝わる伝わる、ハッピーモードがルン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 伝ったかな。まだゆっくり食べますが、皆さん今日も動画を見てくれてありがとうございます。あ、久々にちゃんと挨拶したな。この動画いいなって思ってくださった方、あとね、なんかやっぱ好きなものを好きっていうのいいなって思った方、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあまたね、バイバイ。